ツーハンデッドソードツバイヘンダーツーハンデッドソードは、一般的には両手を使わなければ扱えない大きさの剣のこと。ヨーロッパのルネサンス期に生まれた武器についても、他にふさわしい言葉がないことから、同じ故障が使われる。ドイツ語では、ツバイヘンダーと呼ばれ、傭兵部隊ランツクネ人が使用していたことでも知られる。 戦闘用に作られた通販デッドソードのサイズは 120cm から 180cm、1.5から 3kg ほどが一般的である。使用するのには腕力と技術が必要になる。機兵が多用したために重量が軽減された日本の大立ちとは違い、不評用であるために 2m 以上のものは実戦使用されなかったと考えられるが、 小さい両手剣と大きい片手半剣の差や、大型の実用両手剣と小型の儀礼剣、装飾付きの実用剣と、簡素な儀礼剣の差異はないに等しいために、現存する剣のどれが実用で、どれが儀礼用か専門家でもはっきりしていない。そのためか、市川ただし春や、マーティン・ジェイ・ドアティは2メートルを超える、両手剣が、実践使用されたという説を取っている。 特注によって作られた2メートルを超す両手剣は、パイクやハルバードといった長ら武器の柄を切り落とすために利用されたという説もある。当時の剣士たちは、ツーハンデッドソードは多数の敵を相手にしたり、長ら武器に対抗するのに有効な武器であると認識していた。パイクやハルバードなどの槍ぶすマを食い破るための武器として、 利用された他に軍機や指揮官を護衛する部隊の武器としても利用された。両手剣は槍スマを食い破るための武器として非常に効果的だった。ハルバードも同様の目的で使用されたが、ランツクネヒトは槍スマを食い破る目的においては、両手剣を優先した。しかし、スイス傭兵は両手剣よりは、ハルバードや片手半剣を槍スマを食い破る武器として好み。 イングランドではビル、スペインではレイピアと剣立て兵、ロデレロがその役割を担った。一方で両手剣やハルバードを用いて敵の槍りぶすまに切り込む部隊は倍の給料をもらう、倍給兵や主段した者、くじで選ばれた者、罪を償う機会を与えられた囚人で構成されていた。切り込み部隊の死亡率も高かった。両手剣やハルバードは パイクの先端を切り落とすために使われたと言われるが、現代の検証では、橋を持つ場合では、取り扱いやすくするために軽量に作ってあるパイクを、除いては大きく引くことができたとしてもパイクの柄を切り飛ばす。ことは、不可能だろうという検証結果が出ている。しかし、日本国内において、朝倉軍の将兵が、大立ちで、小田軍の槍の柄を切り落として苦戦させた記録が、 残っているほか、和光が、大立ちで民軍の槍の柄を切り落として苦戦させた。結果、柄を容易に切り落とされない狼戦が、民軍に大立ち対策として利用され、戦果を上げた記録もある。片手半剣と、同じく板金鎧の発達に対応した武器でもある。両手剣は応用の効く武器であり、両手で振り回せば、鎧を立ち切り、突撃してくる馬の足を叩き切るほどの破壊力が、 生じた。どれほど大きく鋭い剣であっても、板金鎧を一刀両断することは不可能だということが物理計算上で証明されているが、体験で板金鎧の上から打撃された場合は、切られはしなくとも、その打撃の衝撃は極めて大きく、着用者の肉体的ダメージは計り知れない。両手剣にも片手半剣にも片手剣にも、剣心を持ち、単槍のようにして使い、 甲冑の隙間への一つを狙うハーフソードや、剣身を持ち柄やつばで、ハンマーのように打撃する、殺撃という打撃力の高い西洋武術があり、甲冑に対して有効であった。両手剣は、白兵戦で、よく使用され、板金鎧だけが攻撃に耐えることが可能だった。刀身のリカッソと呼ばれる刃のついていない部分に手をかけ、短く持つことで、短い鋼鉄の槍として使うか、 至近距離で相手を切りつけることもできた。両手剣を帯びた剣士は、どの距離から攻撃を受けても、不利になることがなかった。騎士が下馬しで戦うことが珍しくなくなると、両手剣の使用が増えていったほか、15世紀から17世紀にかけて、両手剣の流行があった。15世紀になって甲冑が完璧になると、甲冑ごと叩くツバイヘンダーが出回り、ランツクネヒトが常用した。 14世紀以降の西洋では、全身板金鎧が普及すると、次第に盾が用いられなくなり、両手剣や両長なや槍先が重く、柄が長い槍や、長さを1.8メートルから2.1メートルに切り詰めたランス、長いハンマーが、甲冑に対抗すべく、下馬騎士や装甲不評に使用されるようになった。両手剣の登場は13世紀で、14世紀以降は、 刀身の長さが増していった。両手剣の中には、蒸気のように刀身の根元部分に刃が付けられておらず、手で持てるようになったものもある。両手剣は、上質の材料と熟練の鍛冶屋を要するため、製造に費用がかかった。刃が長ければ長いほど、値段もつり上がった。14世紀から15世紀にかけての両手剣は、騎士が戦場で戦う時にしたる武器として使われる、ことは、 ほとんどなかったという説もある。戦場でも、決闘の場でも、両手剣は使い勝手の良い武器とみなされていた。対戦相手の装備を問わず、距離を取って戦うときも、組打ちにもつれ込むような接近戦でも取り回しが、容易で技の選択肢が多く、強力な打撃と突きを繰り出すことができたためである。スピアや、ポールアックスのようなポールウェポンは、安全な選択肢ではあるが、 狭く混雑した場所では、両手剣はその力を遺憾なく発揮することができた。ありがとうございます。